サウスイースト、ミズーリ州立大学は、アメリカ合衆国ミズーリ州ケープジラードにある、総合州立大学である。最新の総学生数は1万1978人。伝統の教育学部は、全米で、高い評価を得ており、近年では、特にビジネス学部もアソシエーション2アドバンス、コリージェットスクールズオブビジネスよって、世界のビジネス学部トップ10%にも、 認定されている。2007年には、ミズーリー市内に芸術学部の振興者が完成。芸術、デザインメディア、音楽、演劇分野にも力を入れている。その他も、非常に幅広く、ビジネス、コンピューターテクノロジー、教育、工学、物理学など150以上の学士課程及び40の修士課程を提供する4年生総合大学である。 学部課程には1693人、修士課程には1285人在籍しており、水売り州の大学においては最大規模を誇る。ビジネススクールが本大学の最大の学部であり、世界中から来た学生が学んでいる。専攻内容は豊富であり、ファイナンス、経済、会計、経営学、マーケティング、マネジメント、インターナショナルビジネスなど、 幅広く学ぶことができる。ビジネススクールは、アケスビーに認定されている。MBA プログラムは、プリンストンレビューにて、ザベスト294ビジネススクールズとして認定されている。最新のザ 2017US ニュースワールドレポート S ベストコリッチスランキングスによると本大学は、ザベストリージョナルウナバーシティスインザミッドウエストとしての評価を得ている。また、 本大学は教育、科学、一般教養の領域にも強い。200以上の専攻分野があり、学べる領域はかなり広いと言える。アメリカの中西部では、学生や社会人から認知度が高い。留学生も多数在籍しており、国際性に富んだ大学と言える。留学生及び多文化人口を含めた割合は、大学全体で21%を占める。欧州。 アフリカ、アジア、中東、南米からの留学生が日々学んでいる。毎年、キャンパスリクルートとして、シティグループ、セントルイス連邦準備銀行、ウェールズファーゴ、US バンク、ノースウェスター・ミューチャル、エンタープライズ・レント・エーカーなどの著名企業の採用担当者が優秀な学生を積極的に採用活動を行っている。学費と生活費は比較的低く、 中西部だけでなく、全米から受験生を集めている。アメリカへの留学はコストが大変かかるが、本大学はコストパフォーマンスが高い。大都会などに留学すると、日本人も多い。大学の代名詞であるアカデミックホールでは、頻繁に各界の著名人を招いて、講演会を行うことが多い。大学には、インターナショナルスチューデントアソシエーション、別名、伊勢があり、 留学生はそれを通じて各国の文化を紹介するイベントを定期的に企画、開催している。大学全体では150個ものサークル活動がある。1873年に南東ミズー州立市販学校として設立。1881年にミズー州立第3市販学校。1919年に南東ミズー州立教育カレッジ。 1946年に南東ミズーリ州立カレッジ1973年からは現行名になる1950年代には1600名の学生数であった1970年代には7000名ほどに増え現在は1万名を超えている会計学システム管理マネジメント学経営学経済学企業 小規模経営学、財務学、インターナショナルビジネス学、物理管理学、情報システム経営学、マーケティング学、組織管理学、幼児教育学、初等教育学、特殊教育学、中等教育学、宇宙空間学、コミュニケーション障害学、犯罪心理学、犯罪学、健康管理学、人間環境学、看護学、護学体育学、レクリエーション学、 社会福祉学、人類学、英語学、一般教養学、国際学、マスコミュニケーション学、倫理学、政治学、心理学、宗教学、演劇学、女性学、生物学、機械物理学、環境科学、地球科学、数学、環境土壌学、物理学、土壌学、建築学、電子工学、グラフィックコミュニケーション工学、産業工学、 土城学など多多数、アカデミックホールケープジラード市内の東部、ミシシッピ川近くにキャンパスがある。アカデミックホールは現存する最も古い建物であり、1905年頃に建てられた。現在は大学の管理センターとして使用されている。1987年に建てられたショーミーセンターは、大学都市が共同で保有し、大学スポーツチームの試合をはじめ、 多くのイベントが行われている。キャンパス内には以下の寮がある。NCWA の一部に所属する。1991年に二部より昇格した。所属カンファレンスはオハイオバレーカンファレンス。同カンファレンスにはミズーリ、イリノイ、ケンタッキー、テネシー、アラバマの中規模州立大学が所属している。チーム名は2005年1月までは男子がインディアンズ。 女子がオターキアンズであったが、以後はレッドホークスに改められた。ありがとうございます。